あーでもこれはゲーム開始直後とだいぶ印象変わったな、ゼルダ姫の、まあ、リンク自身もそうだし、うん、あー助けてやらなきゃ、思い出がめっちゃ強くなった。ちょっと忘れ去られた神殿も行こう。でこの祠は確か実況やってない時に来たんだけど、巨大な女神像があるんだよね。これのことかな、この人。あーなんかある。え、何用意してくれたの、ありがとう。あ、そういえば克服の証も4つありましたね。あ、もうついでだしなんかちょうどいいな。あ、間違えちゃった、待って、ちょうどよかったわ。ハートの器もこれが最後の一つということになるんだね。じゃあもうこのリンクほぼ最強に近いな今。これで負けたら恥ずかしいっていうことになるよね、つまり。ああ、頑張ろリンクは。リンク、あなたには十分な力を与えました。これ以上力を望むべきではありません。望むべきではないんだ、望むことすらダメなの。でこれじゃあいただくよ。なんだろう、120個の思い出。おー、いぶきの勇者服、これなんかいつものリンクの服じゃない、俺が知ってるやつ。へえ、着てみるととてもぴったりなサイズ。他のも、あー、いつものリンクだ。なぜだかとてもしっくりくる かぶり心地がする。うん、履いてみようか。こうこうこう、あーリンクだ。でもなんか短パンちょっとダサくない？このゲームでちゃんとさ、あのねえ、ちゃんと丈のあるもん履いてるのに見慣れてるとこっちの方がいいわ、こっちの方がいい。短パンちょっとダサい、もったいないな。これだもんな。なるほどね。あ、強化したらどんな感じになるのか気になるな。あー、これ結局寄り道する羽目になるわ。泉行こう。ようやく城行って終わりかと思いきや、結局なんかいろんな出来事起こんな。水の中で寝れないなら普段寝るときどうしてんだ、まさか地上で寝れんのか、このガタイで。服強くしてくれ。素材あるかな。あー、ない。ネルドラの鱗、オルドラの鱗、うわ出たー、そういうのかー。これだけでもやっとこう。あー酒臭そう。うん、あ、じゃああんまり強化はできないか。2段階目は、2段階目もう無理。フロドラの爪。やろう、やってくれんな。結構厳しい素材要求してくんな。ちょっと強化してみたかったような気もするけど、まあいいかな。まあこのちょっとねえ、クラシックなリンクのイメージの、ああ寒い寒い寒い、ダメージ受けちゃった。これもまあ悪くはないけど、やっぱ最後はこれでいきたいな。うんね、クラシックなリンクよりもはやこのゲームではこっちのリンクの方が見慣れたわ。で、ちょ、寒いね、ごめんね。行くか、もう城まで突撃できる。あ、ちゃんとこういうの出るんだ。一度行った場所は船着き場、本丸、ゼルダの研究室、三の丸。ふんふんふん。
まあ、ほこらからまた行くか。で、この図書室から別の道ねえかな。結局そこの道の分け方も分かってねえし、前来た時はあそこから進んだんだけど、なんかこっち側どっか行ける場所ないかね。頑固な汚れを落として、汚れ落とさなくてもこれとか登れるかな。あーでもちょっと厳しいな、頑固な汚れが。こっからこうして、ちょっともうついてこないで。あらかじめかぶっといてよかった、リザルフォスのマスク。で、ここ、ここはいけんじゃん。なんだ。ちょっとこの間とは別ルートで行こう。ちょっといろんな部屋見たいもんね。で、これ何部屋？氷雪の体験だ。船着き場には火炎の体験刺さってたけど。雷電のやつもあるかな。武器ポーチ今いっぱいだよね。で、こういうのこういうの、敵の位置が事前に分かるから英傑の服便利なんだよ。こいつもリザルフォスか。仲間だよ。ほら、この動き。この動き、どう見ても仲間だよな。よし。で、どこ行こうかな。お、なんか槍出てんな。あれもリザルフォス？俺たち、仲間だよな。これめんどくさいな。まあ倒してもいいんだけどさ。まずい。あっちにいんのはリザルフォスじゃなくてモリブリンだ。これはちょっとつけられるマックスク当然1個だからな。こっちにリザルフォス倒しちゃうか。こういう時は素直にウルボザに頼るか。しびれてる。サンキュー、ウルボザ。いや、素直に使っていくとだいぶ楽できるな。よし。で、次のやつは、モリブリンマスクでごまかすと。だいぶ姑息な手段使ってんな。大魔の剣に選ばれた英雄にしては。失礼しまーす。何これ、武器いっぱいあんじゃん、ここ。まあ今武器いっぱい持ってるから必要とはしてないけど、これなんだ？この絵の盾。お、この絵の盾！この絵シリーズだ。写真撮っときゃよかった。いっつも思う。はい、目線こっちにくださーい。暗いけど。よし。ここはなんだろう、武器庫みたいなもん。錆びた武器もある。なんでこっちは保存状態いいんだ。武器欲しくなったらここ来たらいっぱいもらえんね。見てくれよ、999号だ。木の矢の数。次落ちてないかな。今ちょうど999号になったのかな。1000個目行くのか、もう拾えませんになるのか。拾えるけど999個のままなのか、ちょっと気になる。入ってねえかな、こういうとこ。なーい。階段が途切れてるけど、まあリンクには関係ないな。よかった、リンクが壁登れる人間で。わずかな取っかかりで壁をつかめるとんでもない握力の持ち主でよかった。で、おやおやおや、これいけるね。違う違う違う、これは破壊。これを、錆びてんじゃん。あれ、錆びた武器があるだけ。なんなのこの部屋、隠し部屋になってんのに。あれコログかな。だよね、城の中にもいいんだ。見つかった。よくこんなとこに隠れてたな。
ちょっと昨日や999本にしたいのに使わせるんじゃないよ。爆弾でもよかったかな。あ、ここもだ。ドゥン。ここにもコログとかいるかな。ん？ん？あ、これもこの絵のなんとかじゃないの。来たぜ。あら、なんか順調に見つけてる。持てない。この武器を私に戻ってあげたい気もするけどもう今回の探索で最後まで行っちゃう可能性もあるな。どうなるかな。ちょっと今いい武器ばっかでどれ捨てるかすげえ困るんだけど。ちょっと待ってよ。まあライネルのこの槍かな、強いて言うなら。マジでいい武器だらけなんだけど今。俺がケチだから。結局ここでもマスターソード優先して使ってるし、うん、あ、ここも壊せる。なんかいっぱいあんな、破壊できる場所。ルーン。敵の気配あるよね。あるね。これリザルフォスだな。チェンジ。友達だよ。あれ、あ、不意打ちできる。あ、なんだよ、結局バレるのかよ。オーバー。え、わざわざ壁壊さすといて敵がいるだけってことないでしょ。さっきみたいにコログいないの。いねえなこれ。マジでこんな行くか。こういうトラップもあるってことね。で、こっちがまだ行ってない方向で敵いないかな。この部屋なんだ。あ、なんか食堂っぽくない。あ、いる、モリブリンだ。チェンジ姑息な作戦。友達だよ。食堂だ。食堂って出た。なんか面白いもん落ちてたりしないかな。なんかいい武器持ってんな。あ、でもこれゾーラの槍か。大したもんじゃないか。お、拾ってくぜ。これアイテムみんなの食料回収していく分には何も言われないんだ。失礼しまーす。何も言ってこない。特に変わったもんはないのかな。あ、鍋ある。あ、でもスタンプ押せねえんだよな、ここじゃ鍋のスタンプ押しておきたかったわ。拾えねえって。じゃあこれでカンストなんだ。1000本目ないんだ。で、拾えないのね、1000本目は。はあ、納得いった。満足。あ、なんかある暖炉の中。あれ、この絵の槍剣だけじゃないのかよ。参ったな。持って帰りたいけどな、ぜひ困るいっか、これとかはガーディアンアクスダブルプラス。にしても、え、ここどうやって入るんだ。こんな感じで行けたりしない。入れねえ。マジか。入れないのここ。ちょっともう集まってくんだよ。邪魔だな。来ないで。ちょっと忙しいんだから、こっちは。あ、これマグネキャッ、そっか。あ、いいんだ、マグネキャッチで俺折りどかそうかなって発想だったけど、そっかそっか、槍だけを持ってくることもできるわな。ゲット。さて、ちょっと俺もう行くから。ちょっとそんなにそんなに懐かないで。そうさ、古文とか持たないタイプだからさ、リンクは。
いくらリンクがエリートでも。え、なんかちょっとか曲かっこよくなんなかった今。メインテーマのアレンジだ。あれ、これ曲豪華になったってことは近づいてるってこと。あ、でもまだ距離あんな。あ、でもこのままなんか歩いていけそうだね、道なりに行けば。行くかも、いよいよ。いや、でもこの絵シリーズの装備せっかく集めたから見せてあげたい気もするんだけどさ、馬宿の人に。あ、頑固な汚れ、大事だ。あの図書館の下の部屋とか行けるようにならんのかな。すげえ気になるんだけどさ、あれ。なんか、うわ、もう邪魔だな。やめて、やめてくれ。もう道は覚えたから結局戻ってきちゃった。せっかくだから見せてあげたくてさ。っていうか、ああ、この人がそうだったのね。侵入経路をいろいろ教えてくれた人。そっかそっか。じゃあお礼がしたいな。あんたが持ってるその剣見せてくれる？見せたるわ、この絵の剣。かっこいいな、黒くて刀身。これはすごい。ありがとう、いいもの見せてもらったわ。私もまた探しに行ってみようかな。あ、見せるだけでいいの？いやー、そんなくれんの？見せただけで。あげたわけじゃないのに。別にいいよ、あげてもぶっちゃけ。はあ、いいんだ。そっか。え、あ、トパーズと交換しない？え、いいよ、正直。てか、剣以外にもいろいろあんだけど、その話はしないのかな？交換しないにしたら。あ、そんだけか。いや、うん、交換してあげるじゃん。別にそこまで必要としてないから。トパーズぶっちゃけ安いけど。で、他の、全部トパーズなの？段階的に上がってって最終的にダイヤモンドになるとかじゃないんだ。なんかそういう感じのを想像したんだけど。あと盾もあるよ。ちょっとランク上が、あ、弓もあるか。あ、ランク上がった、やっと。ルビーか、いいでしょう。交渉成立だ。次ダイヤモンドでしょう。トパーズ！ちょっと下がったじゃん。なんで下がんの？これで全部か。全部だー。マジか。安いな。全部交換してあげたけど、結局。そっか。あー、このために俺は戻ってきたのか。まあ、道を覚えてるからいいけど。もうモリブリンマスクのまま来ちゃったし。ちょっと、もうこのセリフも何回も言ってるけど、いよいよもう次行くときは最後まで行くつもりで行こう。何回も言ってっけど、いや今度こそだよ。本当にもう思い残すことないでしょ、ね、せっかくこう城で見つけたこの絵シリーズ、この人にもあげたし、写し絵も全部見つけた、祠も120個集めた、英傑の装備も全部持っていく。よし、じゃあ城行こう。最後の戦いだ。で、再び城に来ましたけど、この図書室で少し発見があったよ。まずね、なんか文献があります、ここにも。読みづらそうな場所で読んだろ。王家秘伝のレシピ、あー、なんかこんなんもあったな、言ってるやつ。姫様が大好きなフルーツケーキ、2種類以上のフルーツと多番太小麦、きび砂糖をじっくり煮込む。ほうほうほう。食べると頭がすっきりして古代技術の研究に集中できるらしい。あ、こんだけ？こんだけだったわ。ゼルダ姫ですげー重要なやつ見たからさ、なんか重要なもんかと思ったらそうでもなかった。他にはないの？ないか。あともう一個発見したのがさ、ここ来た時もマグネキャッチでこれどかしてきたけど、他にもあんだよね、どかせる場所が。これはちょっと入ってみたいよな。なんか来るたびに発見があるな。で、あれ？これこの絵シリーズじゃないの？これもう見せたやつだよな。もう見せたやつではあるけど、取っとこう。別に一個だけじゃないのか。この部屋なんだ？うわっ！
王の手記。え、これ王様の部屋だったりする？王様の部屋にしちゃ質素すぎない？なんだろう、王様のへそくり部屋か何か。今日明けの刻娘が生まれた。うわー、さかのぼるね。王家の習わしに従いゼルダと名付ける。極度の筆武将であるわしだが、これを機に備忘録代わりとして手記をしたためたいと思う。各地から異物出土の報告が相次ぐ。占い師の予言は真実を言い当てていたようだ。占い師ただもんじゃねえな。薬剤ガノンは言い伝えや偶話の中だけではなく、このハイダルに存在していたのだ。全ての異物を見聞しなければならないが、巨大な神獣だけでも4体、かなり時間を要するだろう。まあ優秀な研究者はいたからね。子供ババアという、ゼルダに異物の話をしてやると瞳を輝かせて聞き入っていた。あれには学者の気質があるようだ。なるほどな。それでか、王妃が急逝した。突然のことで実感が湧かない。ゼルダは国葬の間もわしと二人だけの時も、毅然として涙を見せることはなかった。王家の姫として気丈に振る舞うべしと繰り返し言い聞かせ育てたからであろうか。独裁にして立派な貧困であった。これからはあれの母に代わってわしが娘を育てていかねば。まあその強い責任感があったからこそ出た言葉なんだろうな。あの一切もう研究には関わるなみたいな話は、泉より戻ったゼルダの報告を受ける。だいぶ飛んだな時が、6歳から。あ、いやでもこれ最近の話じゃないのか。そのちっちゃい頃からそういうことはしてたんだもんな。泉に行ったり、聖なる封印の力は未だ兆候すら見えぬようだ。あれの母が亡くなってから1年と3ヶ月、あ、まだそんなにか。7歳ぐらいってことか。まだ精神的に立ち直れていないのかもしれない、うん、でだんだん焦り出すんだろうな。焦らずと思うとか言ってるけど、今の状況では悠長に構えていられない。ゼルダには国だが、泉での修行を増やすように命令する必要がある。まあだって国がかかってるからな、王様としても。結局ガノンは復活しちゃったわけだし、またゼルダが異物調査に向かったとの報告を受け、本人を呼び出し問いただした。修行の休み日を使っての調査だと言い訳を述べるが、それを一括する。学者の真似事にかまけているから力が得られるのだと、もう何度目かも分からぬ説教を繰り返した。まあそれとは関係ないとは思うけどね。王様の焦りも分かるけど、本音を言えばあれの気持ちが分からんでもない。死となる母に何一つ教わらぬまま先立たれたんだ。そうだな。書物も存在せぬ修行を独学で闇雲に繰り返し、すでに10年の時だけが無駄に流れた。10年もう経ったんだ。じゃあこれはもう、あれだね、写し絵の記憶の近い話だね。王宮の一部の者たちに陰口を叩かれ、唯一の血縁であるわしにも叱責を受ける。好きな異物研究に逃げるのも無理からぬことだと思うが、王家の者として責務は果たさねばならぬ。今朝、ゼルダが知恵の泉に向かったとの報告を受けた。あれにとって最後の賭けにも等しい修行だろう。ラネールでダメならばもう他に場所はない。もしも力が発現せず戻ってきた時には、叱責するのではなく、あれと話し合ってみよう。あー、この後なんだよな。薬剤が目覚めたのは、そう、ラネールの時系列的には、あの、一回、写し絵の記憶をさ、俺、順番に見てみたんだけど、全部一気に。そうそう、明日17歳になりますで、ラネールさん行って、で、帰ってきて、英傑4人に迎えられて、しょうがないよって言われてる時に、ガノンが復活したんだ。だからこの後、王も、ゼルダも、ちゃんと話し合いたいと、お互い思ってたのに、そっから会えず終わってしまったわけだ。わしが10年間ゼルダに課した修行、封印の力を目覚めさせる方法はそれ以外にあるのやもしれぬ。あれの好きな異物や歴史の研究を進めさせれば、そこで手がかりが見つかる可能性もあろう。とにかく今は父として娘がこの城に戻ってくるのを待とうと思う。これが最後の式となったわけだ。あ、悲しいなあ。これも見れてよかった。よかった。